みなさんこんにちは。グーテモーゲン。ドイツに住むオペラ演出家ツリエツこと釣りアンナエツコがお送りする FM ラジオ、音楽のある南ドイツ生活、オペラの寺子屋です。今日のドイツは、2021年の1月9日に、録音をしております。今日は、最高気温がマイナス1度、最低気温がマイナス7度っていう予報になってます。曇りですけど、朝ねちょっとだけ、お日様が雲の間から顔を出した感じで、ドイツのなんかどんよりした曇りというよりはちょっと明るめな朝になってました。はい、もうだいぶね、マイナスがずっと続くと慣れますね。今外マイナス3度です。はい、寒いといえばお鍋ですよね。でお鍋といえば、豆腐じゃないですか。豆腐お鍋に入れて食べると美味しいですよね。ですね、お豆腐が、最近ドイツも健康ブームで、ビーガンの人とか、なんでしょう、ベジタリアンの人とかが、お肉の代わりに豆腐を食べたりすることが、最近多くなってきていて、ニューヨークに住んでた時は本当によく豆腐をフェイクのお肉っていう形で、使ったなんか半分豆腐ステーキみたいなのがもう半分出来合いになって、普通のスーパーに結構売ってたりとかしてました。ドイツはですね、私の本当個人的な、感覚なんですけど、だいたいアメリカで流行った10年後ぐらいにドイツにそれがこうなんか普通な感じでこう入ってくるみたいな感じがあって、10年遅れぐらいかなと思ってるんですけど、アメリカでね、日本食ブームずいぶん流行っても多分10年ぐらい経つんですけど、ドイツ今すごい日本食ブームです。でその豆腐の、ブームは、その体にっていうことで見直されてる豆腐ブームと、日本食のブームがこうなんかこう相まって、多分これね、関係性があると思うんですよ。日本食って基本的にあんまりこう油をたくさん使わないとか、体にいいものが多いみたいな、そういうイメージが多分あって、それもあってすごく今浸透してきてると思うんです。でその固い豆腐がですね、ドイツでも最近スーパーの一角とか、あとはオーガニック専門のスーパーとかが今すごい流行ってるんですけど、そういうスーパーに行くと必ずって言っていいほど豆腐が、置いてあります。ただその辺のそういう豆腐はですね、硬いんですよ。なんか高野豆腐みたいな感じです。すごい硬い、もうね、全然プリンっていう感じじゃなくて、煮ても全然焼いても崩れない感じの豆腐が、普通に皆さんがこちらの専門の方たちがね食べているお豆腐なんですよね。で日本人としては絹ごし豆腐食べたいんです。で絹ごし豆腐を食べたくて、留学当初から結構こう食べたいっていつも心をしてたんですよ。ミュンヘンで、日本食の、専門のスーパーが、1店舗あります。1店舗っていうのは、正確に言うとですね、1つの会社なんですけれども、ずっと1店舗だけだったんですけど、それが、去年の2020年の秋ぐらいから、もう一つオープンして、ミュンヘンに今2店舗あるのかな。でも同じ会社です。で、それだけなんですね。ミュンヘンも結構大きい大都市だと思うんですけど、それしかない感じです、今のところ。ニューヨークなんかも日本食スーパーが結構あっちこっちに、ありましたけどね、まだそこまでは流行になってないのかなという感じなんですね。で、この暮れにですね、私はお正月用品を買いに日本食スーパーに久しぶりに行ったんです。
そしたらですね、今コロナで、小さな店舗は人数制限をかけられることになっていて、結構こう外で待たなきゃいけないことがあるんですけど、で外にまあそうやっていつもこうお店とかで結構もうね列ができることが結構多くて、どこでも今あるの光景なんですけど、その、日本食スーパーの前に、まあ、ずらっと並んでたんですよ、人が。でそれのパッとこう人の顔を見たらですね、日本人系アジア人系ゼロで、みんな外人さんとしてですね、白人の方とかだったんです。日本アジア人以外、私結構びっくりした、こんなに流行ってるんだななんて思いました。うん、日本食絶対今来ると思いますね。で、まあそのお正月商品を買いに行ったんですけど、絹ごし豆腐をそこで見つけまして、絹ごし豆腐私もねそのスーパーよく行くんですけどね、それまで見たことがたまたまなくて見つけられなかっただけかもしれないんですけど、で絹ごし豆腐を嬉しくなってですね買ったんですよ。それでですね、大事に冷蔵庫に取っといたんですよ。でまあね、お年始は、まあ、お餅ととか、まあ、ちょっと簡単に作った手作りのおせちで、まあ、済ませたんで、今おせちも終わって、さて大事な豆腐を食べようかなと思って、昨日冷蔵庫の奥にある豆腐を出してみたら、冷蔵庫の奥 の, こう冷やす冷たい壁のところにちょうどそのお豆腐が当たっててですね、中にお水に入って豆腐パック入ってるじゃないですかね、でその豆腐パックの中に入ってる水が凍ってしまって、中の豆腐もカチンカチンに凍ってですね、高野豆腐になってました、ちゃんちゃんっていう、すごい残念な感じで、昨日かなりへこみました。絹ごし豆腐食べたかったのに、結局固い普通に豆腐と変わんなくなっちゃったみたいな感じでしたね。もうすっごいショックでしたね。はい、豆腐好きなんですよね。私が留学を始めた当初ですね、まだ2003年とか4年ぐらいの頃ですね、その頃は私ベルリンで勉強をしてました。その時もですね、まあ、日本食食べたいとか思ってたわけなんですけど、友達がね遊びに一回来てくれたんですね。でその時に友達が、まあ、日本から救援物資を持ってってあげるからなんか食べたいものあるって言ってくれたんです。で私は速攻で豆腐って言ったんです。で豆腐って言ったんですけど、まあ、豆腐を飛行機で持っていくのはやっぱりちょっと無理っていうことになって、その頃ちょうど日本ね、にがりが流行ってた時期なんですよ。でわざわざにがりを買ってきてくれて、豆腐の手作りパックを買ってきてくれたんです。で豆腐 の, こう木の枠がね、大きいから持ってきてくれて、にがり持ってきてくれて、で、まあ、大豆の豆はこちらで手に入るんで、大豆の豆を煮てですね豆腐作ろうっていうことになって、その友達と豆腐を作ったんですけど、日本の木綿の布巾でこう絞って大豆の豆のね汁を出すっていうのご存知です。豆乳を作るんですけど、その過程が、うまくいかなくてですね、日本の本当にちょうどいい木綿の布巾がこっちで手に入らないんで、こっちにある、まあ、ちょっとキメがあまりこう、その網目がなんていうかな、どっちかで詰まっちゃってる感じですよね、普通のね、タオルというか、一応薄い布巾で絞ったんですけど、全然汁が出なくてですね、結局豆腐の普通のサイズの木の枠にたまったその豆腐にするその大豆の汁がですね1センチぐらい下にそーっと溜まっただけで、あとは大量の本当に大量のおからがすごい美味しいおからができてしまって、まあ、絞ってない美味しい汁がいっぱい要するに入ってるんで、おからは美味しかったんですけど、このおからどうするって思うくらいもうすっごい大量のおからができて、その豆腐、実際のその肝心な豆腐は1センチぐらいのピロンっていうのがなんとなくできただけみたいな。であれ熱いんですよね、豆腐を大豆を茹でてすぐにこう熱い時に絞らなきゃいけないんで、手はもう真っ赤っかになってみたいな。で豆腐屋さんの苦労を身にしめて感じたっていう経験をしました。日本帰ると
もうねあれですよ、コンビニに行って、まあ、豆腐にあのごま豆腐とか卵豆腐とか日本あるじゃないですか。あれ感動しますね。あの本当もう、あのこれ全部買い占めたいとか思っちゃうくらい豆腐美味しいですよね、はい、あのこっちにね、あの日本のね、あの便利なコンビニと、あの便利な百均欲しいなっていつも思いますけど、それはまあ夢の、また夢でしょうか。あのアメリカには今ね、ダイソーさんが入ってきて、あの日本のダイソーが、ニューヨークで1店舗あるんですけど、もうすごい行列で、ディズニーランドに行くぐらいの感じで、あのいつも行列ができてるっていう話を聞いてます。あのコロナの前ですけどね、うん、あの日本の方はいいですね。あの豆腐食べて、あの体をね温めて、あのお体を温めるためにお鍋はすごくいいと思うので、皆さんねよく食べてくださいね。はい、今日のドイツ語コーナー行きたいと思います。今日の言葉は Hoffnung です。 Hoffnung は、希望っていう意味です。ね、これの発音はねそんなに、難しいといえば、ホフの O がですね、これはあの O に O っていう発音に、ドイツ語は少なくとも4種類あります。O って口を大きく、口のね、中を、中の空気の、空気の分ですね、歯の、歯とか舌のあたりをですねグーって広げて、O っていう発音をします。なんかこう卵を、ね、飲み込むみたいな感じで、発音する O と、あのそこをこう閉じて日本的な O っていうのと、それを長く言うのと短く言うのとあるんですけど、これはホーフに埋めて口をちょっとこう本当に卵を入れるみたいな感じで O を言うのと、その後に F が2回続きます。で F なんですけども、これはドイツ語の F は、下唇の、前じゃなくて結構後ろ、歯ぐき、歯の内側、口の内側っていうんですかね、下唇の歯の内側をふって噛む、息をふって吹くのと同時に、あのそこを噛む。で、F が2つあるので結構はっきりホフヌン、あの空気が横からスッて抜けるような音が、必要です。でこうやって発音するとドイツ語が綺麗に発音できると思います。はい、希望です。まあ、今またね日本も結構大変になってますけど、希望を捨てるんです。希望を捨てずに毎日生活していけたらいいなと思います。ではまた明日お会いしましょう。チュース、ビスモーゲン。